そちらの作業服の男性の方。はい、毎日お疲れ様です。私がちょっと直近の問題で思うことが、今マイナンバーカードを作るべきかどうなのかというところで、まあ、今政府の締め付けがどんどんなんか厳しくなっているような、まあ、マイナンバーが今後監視社会につながるんじゃないかという懸念があって、今ちょっとまだ、はい、迷っているところなんですけども、松田先生は、まあ、マイナンバー問題ないよということなんですが、神谷さんの方はどういうふうに思われているのかということがちょっと質問です。はい、はい、いい質問ですね。ありがとうございます。まず私は家族全員マイナンバーカード作ってます。はい、なぜかというと、確かにマイナンバーカードで監視をするっていうことはできないことはないかもしれない。難しいんですけどね、できないことはないかもしれない。でもそういうと結局もう文明の利器を使わないというふうになっちゃうんですね。例えば皆さんスマホほとんどの方持ってるでしょ。スマホで監視できますよ、皆さんの行動、購入のやつ、 SNS だったり。だからもうすでに我々は監視社会にどっぷり入ってますね。はい、スマホ使ってるのにマイナンバー使わないっていうのは僕からするとちょっと滑稽に思います。でマイナンバーは一応日本でちゃんと作ってる制度なんで、結局それを誰がどう運用していくかっていうことが大事ですね。例えば例を挙げると、大沢たかおさんっていうね、僕の好きな俳優さんがいらっしゃいます。彼が AI 崩壊っていう映画に出てるんですね。あれは AI が暴走して、ね、人間の本当は便利になるために使うはずだった AI が人間を管理しだして、ね、人間を殺してしまうという、そういう映画なんですけど、でもそれも結局 AI のプログラミングだけなんですよ。AI が悪いんじゃないんですよ、 AI を使う人間が悪いんですよ。マイナンバーカードもそう、誰がどう運用するかが大事です。マイナンバーカードが悪いんじゃなくて、それを使う人がどういう人間かによるんですね。だからスマホとかもだからそうなんですよ。結局機能はあって、それをどう使うかが大事だからね。だからみんなが政治に参加する意味があるんですよ。結局管理される側になるんじゃなくて、自分たちが管理する側になるんです。でも分かります？運用にちゃんと我々の声が届くんだったら、安全に使えばマイナンバーカードで社会は便利になります、確実に。けどそれを悪用してしまえば、確かにいろんな情報を管理することに使える可能性もゼロではない。非常に難しいですけどね、マイナンバーは。だから新しいものを怖い怖いって言ってたら、結局何も文明が発達しないわけですよ。そうなると結局外国に全部先を越されて、気がつけば全部プラットフォームを外国に取られてましたという風になって、結局日本人じゃなくて外国人に管理されるわけ。日本政府に管理されるのと政府に管理されるのどっちがいいですかみたいな話になってくるわけですよ。僕エストニアっていう国に行きました。エストニアはもうほぼ全員がマイナンバーカード持ってます。日本でいうところの ID カードですね。それがあるおかげで電子投票もやってるし、行政手続きの税金の届けとかもすごく便利ですね。で僕らも聞いたんですよ、こんな全ての情報をね一元化して、ね、政府にも管理されてるでしょ部分的にと、心配ないんですかって聞いたんですよ。そしたらイスラエル人なんて答えたか、大丈夫ですと、我々ずっとソ連に管理されたんで、ね、ソ連に管理されるよりエストニア政府は自分たちの政府だからまだ信用ができるって言うんですよ、ね、それがイスラエル人の答えだったんです。もうはぁと思いましたよね。だから情報をきちっと国内で管理していれば大丈夫です、ね、それを今回の接種のデータみたいに、今回の日本国民がアマゾンのデータベースのところに登録されてるんですよ。だからそれでいいんですかって話ですよ。マイナンバーだけじゃない、そうなると。だからマイナンバー一つ恐れてるんじゃなくて、全ての国民の情報をちゃんと国内で管理できるような仕組みを作らないとダメなんです。で国内で管理してて、そこに我々の声が届くならば、それは安全性が担保できます。でそれは危ない危ないって言って何も手を出さなければですよ、結局海外にプラットフォーム作られて、そこの上で我々が本当に管理もされてるんですけどね。そっちの方がよっぽど怖い。だからそれこそデジタル通貨とかも怖いんだっていう人がいるんですよ、ね、こういう利益とかどういうふうにお金使ったか分かるから。でもそんなこと言ってたら、結局デジタル人民元みたいなものがね、ペイペイを通して入ってきて、結局それが流通しちゃって、ね、ペイペイで買った方が安いよなんて言うと、もう何も考えない人はそっちをどんどん使っちゃうわけじゃないですか。そしたらもうどん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 ペイペイじゃないと払えませんみたいな、そんな風にされたら、中国なんか相当あるんですよ。もう電子マネーじゃないと使えない街とかあって、現金使えないんですよ。生活しようと思ったら必ずスマホ持ってたり ID 持ってないと買い物ができない。そんな風な状況を作られる方がよっぽど怖いから、だから怖い怖いって言って逃げるんじゃなくて、積極的に先端技術は自分たちから作りに行って、そして国内で日本人が
ちっと管理できるっていう体制を全て作らないといけないんです。だから参政党はね、例えば SNS 一つ取ったって今全部外国さんじゃないですか。 LINE は韓国でしょ、ね、Facebook はアメリカでしょ、 YouTube はアメリカでしょ、全部外国のプラットフォーム使ってるわけですよ。そうじゃなくて、例えばかつて政府が分割した NTT とかをもう再統合して、ドコモもデータも全部一緒にしてですよ、ね、大 NTT に戻して、そこに国家予算つけて国家日本版の SNS とか YouTube とか作ってもらって、ね、日本人のそういった消費行動とか発信活動がちゃんと国内でしてる、ね、で国内の税金を使って運用してんだから言論統制ダメよって言えるじゃないですか、ね、言論の自由守れっつって。 YouTube が今言論統制してるけど、外国のプラットフォーム我々勝手に使ってるわけだから、嫌だったら使うなよって言われるわけですよ。そうでしょ。だこれ全部につながって問題なんで、マイナンバーカードの話だけじゃなくてデジタル通貨とかもそう、便利なものは悪用すれば当然なるけど、それを言い出すと本当に真ん中にこもって自給自足して糸電話で話さないといけないっていう社会になるわけですよ、極端に言えばですよ。でも我々はもう完全にデジタルの社会に移行してるわけで、それを全部生活から排除するっていうことは基本的に無理だし、そんなことをやろうと日本が言ってても、いずれプラットフォームを外国に取られて我々はその中で生かされるようになってしまう。それだったら、ね、怖い怖いって逃げるんじゃなくて、積極的にその分野の研究を我々がして、日本人が日本人のちゃんと心を持って管理できるような社会システムを早く作るべきだというのが参政党の基本スタンスです。はい、ごめんなさいね、マイナンバーから飛躍しましたけど、マイナンバーそんなに恐れなくて大丈夫、はい、と僕は思っています。